4日目に入って、ね、これも生っぽい放送で始まって2階建てトロリーね、うん、やっと乗れるって思ってたら私がね、でそうシーツマが例のビキ事件を起こし、はい、自転車の、ね、戻しがダメだったそうで一旦戻って、うん、でそしたらまたトロリーが来てたからもう一回乗ったのが実はこの、4日目の動画の編集したやつ、うんで1回目は実はちょっと人の顔がバーンって入っちゃったり、うん、そういうのもあったんでじゃあもう乗って戻ろうっていうことでね、実は2回乗ってました。でも気持ちよかったね。だから名前っぽい放送で撮ったのは実は2個あるっていう ね動画がね。そうだね。でその後、まあ、順調に行ってやっとサニーデイズトラブルを乗り越えてサニーデイズに行ったと。それ日本人とっても多かったね、うん、もうとにかく人気店だし、こんなに多いかっていうぐらい待ってる時に日本がめっちゃ飛び交ってるっていう、うん、店員さんもすごくそれはでも理解してくれてたんでね、うん、感じ皆さんのなんていうんだろう、ホットパンツ履いたとっても可愛らしい店員さんがテキパキやってくれてて、私がちょっと実は別のサイトで見ていたメニューが見当たらなくて、店員さんにちょっとサイト見せながらこれはないですかみたいにちょっと聞いたら、なくなってたり多少こうメニューの変動がね あって、ただもうメイン の, 人気のホットケーキは本当に美味しかったね。2倍だけじゃなくてね、お食事もここでちょっとしてみたいし、このエリアは実は地元の人が使う別のお店もあったり、ちょっと興味があるお店がね、うん、他にもあるんで また行きたいね。でその後買い向き行ったんですね、うん、これ何年か前はかなりメジャーなというかすごく押され雑誌とかでも推しの街だったんですけど、今ちょっと静かな感じになってたかな。あまりにもね観光客さえあまり見かけないみたいな雰囲気だったね。でも実はすごいグルメタウンで、ハワイ関係 のテレビの番組なんかではすごく美味しいお店いっぱいあるって紹介はねされてて、ぜひグルメお店入ってみたくて、でものすごいローカル感あるんだけど、私本当に初めて行ったハワイでなんか知らないけどずっと看板を見て気になってたコーヒートークだね、うん、ねお店多分地元の人がよく使うカフェなんだと思うけど、初めて行ったのが2013年、うん、他の方で動画でなんかちゃんとアップされてて、やっぱりこうローカルの人がいっぱいの人気のお店、お店なんだね、うん、なんかこのカフェトークっていうのも2013年から行ってみたいなって思っててまだ健在 でまた今回もちょっと私のミスもあって時間のロスがあって入れなかったんで、もう本当にいつか入りたい、うん、で私がちょっと気になってたところだっていうところも実は買い向きまだまだ行ってみたいお店がね、うんうん、ある場所ですね、うん。この後我々はさらにトールフーズのカハラ店に向かって、ウーバーで行きましたね。やっとカハラ店に行けた。トールフーズずっとなんか勘違いしたりさまよったり、クイーンって抜きったりして、やっと初めての1号店ハワイの行けたと念願でした。もうすでにもう3時半過ぎくらいになっちゃってて、ここでも生っぽい放送してから入って、あれもね2回やってやったね、失敗しちゃってね。そうまあでも本当にローカルな雰囲気でちょっと狭い感じだったけど見応えがあった、うん、ショッピングバッグとかすごい数あって、でもやっぱり実は時間が押してたものもあって、カハラのエリアの中、うん、他のねハンバーガー屋さんとかいろいろいいところたくさんあるらしいんだけど見れなかったんだよね。いやさすがにもう今日は限界だねっていう時間的にねっていう、うん、ここもやっぱり見たいところがまだまだ残ってると。でもまあ早く戻ろう、実は夕日を見たかったんだよねこの日、だから時間制限がちょっとありまして、ね、夕日を撮りたかったって最初から宣言してて、そうなのそうなの、でまあ時間制限もう急いで戻ろうよ、戻ろうで、でドラえもんグッズ、うん、これもすごく気になってたからこれも行かなければいけないということで、うん、ドラえもんグッズ行ったんでね、うんうん、例えば T シャツとかバッグとか、うん、自分が着て似合うかなっていうのを結構選んじゃうかもしれない、うん、年齢層とか雰囲気とかね、うん、そんなに散在するほどではなかったかな、うん、でもう一個気になってたのは実は他のところでムーミンショップもあったんだよね、うん、ハワイ限定の、でただちょっとね場所が遠かったんだよ、ね、あだから今回はちょっと無理だなって諦めたんだよね、ムーミン大好きなんでね、ハワイのムーミンにちょっと出会ってみたかったな、浮かれたムーミングッズを買いたかったんだけどね、今回は無理だった。でその後、まあ、ちょっと喉乾いたねということでコーヒーオアティーを見つけて、これがカイルアで初めて私たちも入って、あワイキキにもあるんだっていう台湾系の、そう行ったんですよね、でいわゆるタピオカが入ったりとかもプラスしてできる
で念願のフレッシュパパイヤミルクをやっとここで飲めた。で実はこれカエルアでは何回もこれ飲みたいこれ飲みたいと思って注文すると今の季節ないのよって言われてしまって、あれだいたい5月、違う9月、10月だ。そうです、10月9月が私たちカエルアなぜか多くて、で今回は初めて9月半ばでワイキキで巡り会えたと。美味しかったと、もう想像通りだった。もう焦ってね、フレッシュパパイヤのミルク飲めるって言って そこで動画撮ってないっていうで持ってるシーンが唯一、ね、あのココ後部かな、そうだね、あそこで一瞬だけ映ってたのを無理やり動画にしたっていう、ご紹介したっていう無理やりね、あれ撮れてないみたいな、もう飲むことでもうこれかとかって興奮しちゃってね、撮れてなかった。美味しかった、本当美味しかったです。また飲みたいなって。でその後、ね、慌ててもう夕日だってことで、急いで歩いて、まず2人で浜辺行って、うん、で私だけバナン、見てくれてる動画の視聴者さんからバナンおすすめですよっていうコメントがあって、あの時はね私は、携帯のスマホをずっとアップにした状態になんかしちゃってて、なんかすごいへってこりんな、もうずっとバナンがアップみたいな、ね、状態だったんですけど、思いのほか面白い形状でニヤニヤしてたの歩きながら通路で歩くた時に、ね、みんなが見てくの、その片手にバナンを持ってスマホを持って喋って歩いてる私、女子というかね、不思議なね、女子って年齢じゃないけどすごいね、あの面白かった、自分でニヤニヤしちゃった。なんだか面白い、美味しかったし、パパイヤボートっていうやつだったらもっと見てると思うよ、うんうん、パパイヤにね、あのバナンなのって、うん、あれはね豪華絢爛だったと思うんだけど、ちょっと食べきれないなっていうことで、美味しかった、ね、美味しかった。これ家で再現したいってシーが一生懸命言ってるんですけど、そうそうそう、どうにかしてあれを自分らで作れねえのかっていうので、もうバナナそのもののようなアイスで美味しかったけど、そうそうそう、どうやって作ってるんだろうね、まあ、どっかの大学生が ね金をしたっていう、うん、すごいね、うん、でこの後ポケ丼の食べ比べをしようっていうことで、あの前日ダメだったから、うん、そうなの、あのポケ、あのちょっと早めに行ってみっかなみたいな、まあ、無事に買えて、うん、どっちも全くでも味が違っててね、面白かった。なんだ、味濃いめ、濃いめ、まあ、動画でも紹介してるけど、ココ後部の方は酒のつまみとしてはいい、うんうん、最高で、食事としてとか朝食べるあっさりポケ丼っていう感じなのは、うんうん、マグロスポットの方かな。マグロスポットの方が多分日本人 の、うん、あのちょっと軽めに食べたいとか調整もできるんで、微調整できるっていう部分ではあのいいかな。両方とも良さがあって、5日目ですよ、はい、帰国日ですね、ついにもう帰る日ですよ、一番寂しい日ですね。で私たち2013年 の帰る日に、その日もこう雑誌を見て絶対入りたいって決めていたこのサーフラナイっていうあのお店で朝食を食べて帰ったんだよね、うん、なのでなんとなく締めがいつもここだね。一回だけね、サーフラガイいつも帰るときに寂しい気持ちで入るだけじゃなんか残念だから、到着日に、うん、食べようってトライしたことがあったね、うん、ただお昼のメニューより朝の方がなんとなく私たちにとっておすすめなものが多かったかなっていうのがあって、で、まあ、エッグベネディクトはもう鉄板なんですけど、なんか初めて行った時のサーフラー内のエッグベネディクトよりも、あれ見栄えが変わってるって思って調べてみたら、そうなんか、ね、こんなに昔の方が豪勢だったんだよね。サラダがドーンって真ん中に、そう微妙にこう効率化とリーズナブルな感じになってる感じ、ね、ちょっとカジュアル感が出てきてたかなっていう、まあ、今回初めてこうワイキキエリアしかいない、カエルアに行かない旅っていうところで、そうだ、ね、まあでもね、本当にワイキキこんだけいろんなところ逆にあの探せたっていうか、あの見て回れたから、うん、あ面白いところまだまだ全然あるねって思って、で今回行ききれなかったお店も実はあったりとかして、パンケーキ屋さんとかさ、紹介してもらったものも含めてあって、カエルアがやっぱり長く滞在したいっていう気持ちは変わらずにあるんだけど、今回本当にあの思い切ってポンって飛んで、まあ泊数もねあの少なめだっていうことで、もう思い切ってワイキキだけに絞った旅にしたんですけど、そのおかげでワイキキの楽しさにもハマってしまって、今後あのカエルアとワイキキのバランスを
っとどうしようかなと悩むね。で実はまあ今回キャンセルした旅って2泊をワイキキにして、で残りの7泊をカイルアにしようって思ってて、カイルアでもまだまだ私たちあの動画で撮りきれてないところがいっぱいあったので、あのがっつりカイルアをまあメインでやろうと思ってたんですよね。でもね、もうどん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 ワイキキのね行ってみたいところが今も増えていて、できればあの同じ飛行機代をかけていくなら多めの泊数でカイルアもワイキキも両方楽しみたいっていう贅沢な悩みがあるんだよね。なかなかでもね、Cのね仕事の状況を考えると難しい部分もねありますね。もういっそのことね、テレワークっていう名目で飛べるもんだったら飛びたかったっていうところがあるけど、ね、今そんな状態じゃないからさ、いや本当にこのワイキキ困っちゃったね、楽しさを知ってしまったね。できっとまだまだねワイキキとカイルア以外でもものすごい楽しい場所だと、他の島もうおすすめですよって言ってくれたコメントがあって、実はすごくそこも興味がねあるんですけど、もっと調べてこれからあの飛行機ねどういう風に乗り継いでいくんだろうとか、金銭的な部分どうなんだろうとか調べた情報をまた出せたらいいなって思いますね。特に我々あのレンタカーとか使わないから、まあこれもでもやってみたいんだけど、どっかで使った方がいいのかなとは思いながらも、左ハンドルであのほうきがまだ飲み込めていないっていう微妙な状態だから、ちょっと怖いなって思う、そう勇気が、ね、出ない、でもこう、ね、他の方の動画ですごく車で移動してるのを見ると行動範囲もやっぱりね広がって、あの店も素敵だなとか、まだまだ興味が尽きないね、困っちゃうね。私がねついついトラブルでね時間ロスしちゃったよね今回は多かったねなんかすいません本当に、あのビキだってガシャコンってすごい入れたつもりだったのにビーってなったのが、僕がガシャンってやったタイミングと同じで自分のだって勘違いしてる、ね、あれはもう目視だけじゃなくてビキが本当に引っかかったかどうかをグッと引っ張ってやらなきゃいけないってことすごい覚えたし、ジャムは液体そう半液体、半液体なんだよね、蜂蜜はなんかね分かったんだけど、これはねもう二度と忘れない本当迷惑かけちゃって、あのアナの方にね。で、まあ、カウチシートでね、帰りましたね。これでも私ね本当に足がむくまなくてね、そうパンパンになっちゃうんですよ、足が毎回うっ血するとかそういうのは一切なかったね、今回ね。だからカウチのいいところは本当に、あの足むくみやすい人とかやっぱり体の疲れをあの取るっていう意味では、あの行き私たちは今回帰りだったんだけど、あの次のハワイ旅3は逆に行きでカウチを使おうって思ってたんだけど、例えば行きの疲れってどうかなって、初日のね疲れにどう反映するかやりたかったけどちょっと飛べなかったので、また次回、まあ、それもねトライできたらいいなと、まあもう一回考え直そう、そこはそうだねどう使うかで、カウチってでも実は周りちっちゃい子がいる家族が利用するっていうのも多いんです、だからあの騒ぐ子がいると横にはなれるけどうるさいっていうデメリットが、私たち今回はたまたま本当静かな子が多くて、あのゆっくりできたんです。行きも帰りもねそこはラッキーでした。ただそこが、まあ、どう捉えるか、カウチシートなかなかリスキーではある、ちょっとねそこは思いましたね。使ったのが今まで、チャイナエアライン、ハワイアン航空、あと JAL、 あと JAL、で今回の ANA のホヌで一番広かったのはホヌ、もう当然のようにホヌ、だけど思っていたより広かった、本当に広かった、もっと広かった、あととにかく静かだったし、ホヌにね乗りたかったし、初めてのホヌだけど今回キャンセルせざるを得ませんでしたっていうコメントをねもらった時も、私たちももし今回が本当に初めてのホヌでキャンセルになってたらもう本当にもっとしんどくて悲しかったろうと思うんだけど、やっぱりそれぐらい魅力的な機材だったし、今回実はホヌの中でレポを忘れちゃった部分があったのね、バー、あー自分で飲み物を取りに行けるエリアが、ね、あのちっちゃいエリアらしいんだけど、なんか1階にもあるはずなんだ、2階だけじゃないみたいで、私2階だけって思ってたんだけどあるみたいで、そこをちょっとあの今度使ってみたいのと、多目的の部屋、ちっちゃい部屋があって多分赤ちゃん泣いちゃった時も使えるし、着替えとか、レポまたできたらいいなと、まあ、頑張ってね、プレーコとかビジネスとか本当はね、乗っては見たいけども、ポイ活でなんとかなんないかな、でもねどんどんマイル減っちゃうと行く回数に響くしっていう悩ましいね、
いやでもホノ本当に勇ましかったね、うん、行き帰りホノだったことで寂しさもね、うん、帰り半減したね。また乗りたい、うん、であと3号機が今どういう状態なのかなと思ってね。だからまだ飛べてないんだよね、うん、あの赤い、うん、ラーっていう女の子のホヌ、うんうん、で、まあ、ちょっとこの今回のね騒動が世界中であって、うん、この子が初めて飛ぶのもいつになるのかなっていうのもちょっと実は気になってますね、うん、今1号機2号機3号機いるかどうか分かんないけど、うん、どうしてるのかな、ね、どうしてんだろうね成田で、うん、なんか飛行機がバーって並んでるあの上空から の、うん、あの動画だったかな。なんかこう待機場に並んでるのを上から見た時にちょっと切ない気持ちに、ね、なりましたけど、うんうん、まあ9月思い切って行って本当に良かったし、うん、ここに行ってなかったら今もっとがっかりしてるだろうね。もっとくね寂しくってね、うん、苦しかったろうなって思うので、うん、行ける時にやっぱりえいやって、うん、だって来週飛んでるんだもんね本当はね。本来だったらね4月の24日だったんでね。でももうここまでの状況になるとね、もう諦めもある程度ついたんですけど、来年、うん、来年本当にいつ頃になったらこの今の状況がねやっぱり収束するのか、うん、しばらくは、まあ、当然ハワイに行けないんですけど、うん、まあ、まあ我々の中のハワイの思いっていうのは全然残ってるし、うん、まあ、皆さんにあの実はご紹介していない過去のハワイっていうところを、うん、あのどうにかしてちょっとお伝えしたいなっていう思いが今あるので、私たちの初めてのハワイ、ね、初めてのハワイとか、うん、あの実は結構動画撮りためてて、でも YouTube を始めるきっかけが見当たらなくて、うん、去年の、 あのゴールデンウィークの動画が初めてっていう状態になったんだけど、うん、実はもっともっと前からちょっとずつは撮ってたね。ただほとんど自分たちの記録用だったのと、当時ってやっぱりまだまだあの映像の機器、うんうん、あの収録機器が、うん、あのクオリティが低かったり自分たちも意識があまりなかったので、まあ、ブレてたりとかちょっと見づらい映像も、ただそれもなんか懐かしい雰囲気だったので、あえてあの出しつつその時の自分たちが感じたハワイとかちょっとお伝えできたら、まあ、皆さんの初めてのハワイとかっていうのもぜひコメントで、そうだね、その動画をねお聞きしたいなっていうところがあって、うん、ちょっときっかけの動画をちょぼちょぼと出していきたいなっていうふうには思ってます。そうですね、いつもあの心にハワイをっていうことで動画をね、うん、作っていけたらと思ってます、うん、いや本当お付き合いいただいて、うん、ありがたい限りです。本当に今回はありがとうございます。次が最後の動画になります。会社から直行ハワイ旅2っていうことで、エピソード30がラスト、まあ旅費をご紹介するっていう動画が残ってます。果たして節約できてるのか、4泊6日の旅どれだけのお金をかけたのか、まだ実は計算してないんです、うん、だからあれってなるかもしれないし、意外と節約できてるかちょっとまだ謎です、うん、これから計算しますということです、はい、なので、はい、最後の最後まで楽しんでいただければ。はい、それでは、 See you again。 また。また。